はい、今から日本まんまん中センターに行っています。巨大な日時計がありますね。日本まんまん中センターにやってきました。世界の日時計って、日時計の歴史、珍しい日時計。日時計の作り方とかね、ありますね。外大雨だわ。雨が強くなってきた。ちょうどここ岐阜の現在地指してますね。こうやって見たら本当なんか真ん中って感じがするけど、真ん中らへんっていう感じか。これくっついてないんだよね。ちょっと浮いてるんだよ。
2階があるんだ。2階図書館になってる。図書館からこう伸びてるのか。緑星で緑ってことか。でもこれ邪魔して見れないよね、この作品が。ここにも彫刻か。木彫りの像が有名みたいですね、ここは。じゃあちょっと2階に行ってみましょう。写真、地域の写真です。2階行ってみようか。人工重心。ここから行けない、ね、危ないので。綱引き東西判定ゲーム、2007年の人工中心地区。ああ、そういうことか。7年の時の中心とかね、それぞれの。よく見ると絵もあるな。このキャラは何？このご当地キャラか。あの上にもある。
書館になってますね。夢と希望。あ、これ木なんだ。木とは思わなかった。今日真ん中の村、村の記録だ。昭和50年。この地域か。
はい、一周したかな。ちょっとこれがあるしな。はい、ということで、日本まんまん中センターでした。